リッキーズ Vlog シャープ1、2020年秋冬御殿場プレミアムアウトレットです。家族からもらった貴重な30分フリータイムで回ります。ボッテガメルタ、今回の目玉ですね。ウィンドウの広告は今季のビジュアル、期待が高まります。何も買ってない。メンズの新しいボッテガは靴が少々、ただオフ率が高くて大いに迷いました。ウィメンズはカバン、革小物ともに近年の商品がラインナップ、これからが期待されます。ボッテガベネタのおすすめ度は星4つ。続いてはセリーヌ。近年エディスリマンにより大きくイメージを変え、メンズもラインアップ、とても楽しみです。分かっていましたが、定価が高すぎていくらオフされても手が出ません。出ました、謎のうなずき。セリーヌおすすめ度星3つ。思いのほか品揃えは良いので、エディファンにはたまらないかもしれません。続いてはロエベ。JW アンダーソンによる楽しいクリエイティブが特徴的、ユニクロとのコラボも記憶に新しいです。品揃えも良く、通常の路面店に来ているような感覚、オフ率も高め。ロエベおすすめ度星4つ。続いてはバーバリー。ロゴも刷新され、リカルド・テッシによるストリート感あふれるデザインが加わり、より魅力的になりました。店内も広く品揃え豊富、多くの人でにぎわっていました。バーバリーおすすめ度星4つ。マーガレット・ハウェル、スタンダードな商品が多いので型落ちでも気になりません。ただオフ率低め、通常セールを行うブランドなのでセールでいいんじゃね、なんて思ってしまいます。マーガレット・ハウェルおすすめ度星1つ。続いては一世三宅。最近注目度の高いオムプリッセがあるのかなと思って覗いてみたんですが、取り扱いなし、残念です。一世三宅おすすめ度星1つ。次は大好きなセレクトショップ、トゥモローランドを目指します。実は国内でのアクネの展開はトゥモローランド、ショップ内で販売もしています。大人のエレガンスが詰まった大好きなお店です。トゥモローランドおすすめ度星3つ。さてとうとう後半です。次はプラダ。プラダはイタリアでも早くからアウトレットを展開しています。ここ御殿場プレミアムアウトレットでも大きな敷地で品揃えも豊富、毎回欲しいものがあります。今回は13枚のダウンコートを死ぬほど迷いましたが、先日ユニクロ U でパデットコートを買っていたので我慢できました。ありがとうユニクロ U。 プラダおすすめ度星5つ。続いてはバレンシアガ。クリエイティブディレクターが元ベドモンのデムナになってからかなり時が経つので、やっと店内がデムナ色に染まりました。小さい店舗ながらアイコニックなロゴ入りアイテムも多く、充実の品揃え。バレンシアガおすすめ度星4つ。そして最後はグッチ。ただグッチは行列ができていて30分では入店できませんでした。入ったら何か買っちゃうんで、ありがとう行列。グッチおすすめ度星5つ。さていかがでしたでしょうか。御殿場プレミアムアウトレット、30分で駆け足で回ってきました。今回は何も買わずに済みました、よかった。ただですね、本来行きたかった新エリアには実は一本踏み入れることができませんでした。次回ぜひ行きたいと思います。じゃあまた。